はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エッティブログです。私たちは運転中です。まあ、タカが運転中です。私たちはしなくてタカは運転中です。私たちは今日遊びに行こうと思ってます。ドライブですね。ドライブです。で、何のドライブかというと、最近の動画でサービスエリアに行って行きましたね。すっごい楽しかったでしょ。アトラクションみたいだったもんね。アトラクションみたいな感じで、で、まあ、いろんなサービスエリアとか今後も行きたいなと思ってたんだけど、今日はサービスエリアじゃなくて、あの、日本特有の道の駅に遊びに行きたいなと思って。道の駅ですか、社長さん。そうだよ。あの、ドイツにとかないから、今日は。あ、ドイツにないんだ、道の駅。道の駅みたいなのがないね。あの、高速道路にしかない。だからサービスエリアとかパーキングエリアしかないんだ。そう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 。今日は行くのが瀬戸市の近くにある道の駅です。そこに何があるか見てみましょう。目の前になんか観覧車が見える。あの、森コロパーク、愛知万博ね。そうそうそう、愛知万博のところ。はい、ということで長久手までやってきました。今イケアもあった。今降りたと思うよ。あ、高速道路降りた。そう、だから今から下道。ちなみに名古屋から長久手に来るまでに料金所4個か5個通過して、ちょこまかちょこまかお金取られた。めっちゃ文句言ってる高ちゃん。数百円をちょこまかちょこまか取られた。そうだよ。長久手はなんかその日本の中で一番住みたい街の中のなんか3位とかに入ると思うよ、うん、らしいね。ジブリパークもあるんでしょ。最近できた。ジブリパークもできた。長久手今開発中だよね、うん、でも瀬戸はあっちということで、このまま瀬戸まで行きたいと思います。ブン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 。あ、暴走していいですか。ブン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 レースしていいですか。行きますよ。はい、あー。そんな速くありません。あ、ここだ、瀬戸市内の道の駅。ああ、これ。うわ、めっちゃ車多い。めっちゃ人多い。やば。到着しました。あ、なんかいい感じ。うわ、めっちゃいいやん。奥もあるわ。はい、行きましょう。あ、ここ周りを見たら本当にめっちゃ広いね。あっちになんか野菜、あ、ソフトクリームとか売ってるよ。ソフトクリームロックオンしました。で、こっちの後ろにもまた建物があって、そう、瀬戸市内の道の駅で、フルーツとかも売ってるし、こういうのいいよね。道の駅独特だよね、はい、地元で採れた野菜。やっぱり焼きそば見て。もう焼きそばに夢中です。めっちゃ美味しそうだよ。めっちゃうまそう。やばい。やばい。あ、見て見て、瀬戸食堂もあるよ。本当だ、瀬戸飯食堂。だから一番人気焼きそばだよ。一番人気焼きそばでした。シナのラーメンもある。ナポリタンもある。私ナポリタン大好きだね。あ、ナポリタン大好きですか。あ、ちなみに瀬戸豚って書いてある。豚も有名なんだね。今12時ちょうど12時ぐらい、お昼時ですね。食べよう。見て見て見て、美味しそう。うわ、フルーツサンド。フルーツサンド。これもプリンも美味しそう。まあ、全然進まないけど、まだ全然入れてないんだけど。早速レイナさん食堂に向かっております。いや、それはそうでしょう。あ、メニューあった。腹ペコペコだもんね。お、本当。外にあった一番人気の生姜、豚生姜焼き、決まった。あ、決まった。はい。はい、お、瀬戸焼きそば売り切れてる。売り切れ、売り切れ。いいよ、外で食べるから安心して。あ、屋台の焼きそばにしますか。Yes、これこれこれ。どうしたんですか、社長さん。20分経ってるよ。待ちきれずに厨房を覗いております。あ、そうだよ。あと、あれだよ、あの、ちゃんとしたソフトクリームはここに売ってるよ。あ、もうソフトクリームのこと考えてるんですよ。機械のあれ、ちゃんと出てるのか。すっごい美味しそうなソフトクリームがあるよ。撮ってますよ。ちょっとメニューを 見なきゃいけない。見に行った。来た来た、呼ばれました。来ましたね。いただきます。日本人はいつも最初に味噌汁を飲むでしょ。もちろん。しかも赤だしだね。美味しい。それは赤だしだから美味しい。ちなみにレナ社長は白だしよりも赤だし派です。見てこれ、見て、やば。しかもちなみに瀬戸豚が有名らしいから、その豚の生姜焼き、うん、めっちゃ生姜ついてるね。やば、うまそう、うん、めっちゃ美味しい、うん、でしょうね。もう見た感じうまいもんね、うん、もう海苔巻きみたいになってる。そうだよ、豚巻きだよ、うん、豚巻き生姜焼きじゃん、うん、この生姜焼きの味付けがやばいよ。あと豚自体はベーコンを食べてるみたいな感じの。瀬戸豚最高ですか。うん、瀬戸豚最高です。黙々と食べ進んでおります。もうこれは黙々と。さっき一口もらったけどマジでうまい、うん、やばいね、うん、なんか豚もさ、脂乗ってるもんね、うん、いや、
さらりとした油で味付けも抜群、ちょっと甘辛で。これはご飯進むね、社長さん、うん、あんまり食べ過ぎますと他のもの食べれなくなりますので、たか部下にも分けてもいいじゃないですか。分けないスタイルでいきますか。美味しすぎて、でも焼きそばも食べたいな。あと甘いもの、デザート、ソフトクリームいっぱいあるもんね、まだ。あっちになんかあのマスカットの大福とかもあったし、もういろいろ見てます、この社長。結局社長さんが全部行きました。見て。やばい、爆弾級にうまそう。でもこれ一口で食べれないよね。社長さんの口だったらいけると思いますよ。たまに可愛こぶるところあるからな。いけましたね。うまそう。口の周りについたタレがうまそう。幸せそうな顔してますね。顔が風船ぐらいになってますね。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。食べきりました。豚の生姜焼き定食5分で食べきりました。ちなみにこれプラスチックだと思ったけど、さすがに瀬戸市だから全部陶器だよ。焼き物だね。焼き物、瀬戸焼き。そうだから、その道にの駅でもちゃんとした多分手作りのものが買われる。こういうところいいよね、うん、じゃあ売店は何があるか見てみよう。ちなみに道の駅といったら社長さん、はい、野菜ですよ。 そうだよね、その土地で採れた野菜。両サイド全部野菜だからね。ナスとか。あ、ナス買ってこか。ナスは社長の大好きなナス買ってこか。もうやだ、社長はナスが食べれません。食べれません、子供だから。むちゃくちゃでかいナス。ナスじゃない、ナシこんなでかいナシ見たことないよ。これ食べたらお腹いっぱいになっちゃうね。メロンだよ。確かに。どうしたんですか社長さん。魚ちゃんが売ってるよ。あ、レナの今頭の中分かったよ。何が美味しそうだな。この魚ちゃん美味しそうだなと今見てたね。今回はそう思ってなかった。おー、だからチーズがあるよ。こだわりいぶしチーズ。いぶしって何？チーズめっちゃ種類あるよ、しかも。バジル。ちなみにレナ社長はチーズが大好物です。イエーイ。タカよりもチーズが大好きです。じゃあその間にチョコレートがあるから、はい、チーズ、チョコレート、タカ。はい、そういう順位付けだそうです。皆さんどう思いますでしょうか。正直なコメントを。この人とは離れた方がいいよとか。にょー、幸せでしょ。なんかまた見つけました、もしかして何かを。まだデザートは行ってないけど、途中にちょっとさっき喋ってたシャインマスカットの大福ね。イエース、マジうまそうじゃん。 2個あるよ。あ、よかったよかった、さすがによかった。じゃあ買いましたので、見て、シャインマスカット大福、さすがにめっちゃうまそうよ。うまそう。やば、でかっ。めちゃくちゃでかいシャインマスカット入っとるやん。めっちゃ甘い。シャキシャキだよ。一瞬で食べましたね。パッて終わっちゃったよ。チーズをとりあえず車に置きに行きましょう。これ私たちのレボちゃんでしょ。かわいいかわいいレボちゃんだね。そうだよ、レボちゃんに冷蔵庫を導入しました。じゃあこれ入れましょうね。ちなみに今回ありがたいことに、こちらのジャクリーソーラージェネレーター潜入というポータル電源とソーラーパネルセットで提供いただきました。でありがとうございます。そう、いつもいつも企業様ありがとうございます。レボちゃんがどん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 バージョンアップしております。でこれでこれを今充電して電源が取れるというね。だから冷蔵庫が導入できました。はい、じゃあもうちょっと見に行きましょう、食べに行きましょう。ちなみにあっちも焼きそば売ってるよ。本当だ、あの奥に焼きそば屋さんある。だから焼きそばと、あっちも焼きそばで中も焼きそば。焼きそばが好きな人は絶対に瀬戸市の方がいいよ。めっちゃ有名らしいね。ラーメンもすっごい美味しそうだよ。見て、瀬戸焼きそばって書いてある。昔ながらの瀬戸焼きそばだ、うまそう、ね、それにしよう。食べますか。さっきレナ生姜の定食食べてたけどね。食べたよ食べたよ。だ俺が焼きそば食べるわ。一口だけあげるわ。一緒に焼きそば一口だけあげるわ。半分ずつ今作ってるらしい。15分かかるからちょっとプラプラ見てまた戻ってきますか。まだ食べたいよ。ちなみに道の駅に陶磁器センターがある。まあ、これ瀬戸だから焼き物だね。めっちゃ可愛らしい。いろいろ招き猫発見。もう瀬戸有名だよ、招き猫をこう作ってる。いろんな種類のあるんだね。あ、レナ見つけた。レナ見つけた。レナ招き猫に行ってちょっとお腹が出てる。これもあ、レナいた。最近レナ社長食べ過ぎて、いやお腹が出てきてますので。これでしょ、これでしょ。いや、こんなスリムじゃないでしょ。そんなスリムじゃないよ。それだよ、私。戻ってきたら大行列できてます。そ
そうだよ。すごい人気だね、瀬戸焼きそば。うーん、僕らの前でちょうど売り切れですってなったら面白いね。並ぶのが好きだ、好きだね。並ぶのが大好きです。私たちの焼きそばが来ました。昔ながらの瀬戸焼きそばにし、めっちゃいい匂いです。豚が乗ってて、キャベツとあの生姜とか。ちなみにこれ私の焼きそば。いやだから今言ったんじゃないの、私たちの焼きそば。どうぞどうぞ、一口だけどうぞどうぞ。逃げてった。うん、あのパクパク今3口目いってますけど、よく食えますね。さっきあのたらふく豚の生姜焼き食べてたよね。いや半分食べるという約束じゃなかった。じゃあもう一個買ってこようかな、俺焼きそば。すごいな。その勢いでレナがさ一個食べそうな気がする。うん、最後の一口まで行きました。全部レナが行きました。じゃあどうかな。さすがに半分もらいました。じゃあ次食べましょう。あ、まだ食べるんですか。まだ食べるんですか。あっちのエリアまだ見てないし。焼きそば食って生姜焼き定食食ってソフトクリームまだ喋ってる。ありましたよ。食欲が止まりません。レナ次何食べる。レナ、レナ、私だよ。レナ、私レナだよ。レナ、あこっち、あこっちだった。あごめんごめん、俺レナがここにさなんかちっちゃくなったなと思って。レナのお腹と似てるから。もうソフトクリーム、あソフトクリームに戻ってきましたか。ちなみにあそこのまた入り口で焼きそば焼いてる。タカ、もっと焼きそば食べたいの。食べようかな、もう一個。レナに食べられたから。食べれなかったから。そう、社長が出てきました。めちゃくちゃ笑顔で出てきました。うまそう、このソフトクリーム。しょバニラ、ワッフルコーンやね。濃厚さにびっくり。うまい、めっちゃ美味しい。タカも絶対に好きだよこれ。買えばよかった。もう一個買ってこい。なんで2個買ってこへんねん。もう一個買ってこい。一口あげる。ありがとう。俺の一口でかいから気をつけた方がいいよ。そうだね、これ余裕で一口でいくよ。半口あげる。ガボッと一口。タカの逆襲。いつも俺らに食われるから逆襲しました。めっちゃ、だからこれ一口じゃないでしょ、これ十口だよ。文句ありますか。いや、まだ残ってるから大丈夫。あのチュロス買いに行こう、さっきの。え、うん、え、デザート。え、え。社長がソフトクリーム食べながら移動してます。チュロスを一本ください。見てこのチュロス見て。これさ、デジャブ。あのサービスエリア、カリアのサービスエリアに行った時もさ、チュロスとソフトクリーム最後食べてた。これは絶対にもっと美味しいよ。中にキャラメルソースが入ってる。え、マジで。そうだよ、これあのブラジル風。ほんとだ。うん、うん、デザートやね、まさに。まさにデザート、食後のデザートやね。でもあっちにまだ、うん、まだ食べんの。怖い怖い怖い、俺帰るよ。もうプリンとか、俺も帰るよ。いちごのサンド、フルーツサンドみたいなのもあったし、ちょっと見てみよう。怖っ。ゲットしました。可愛くない？これまだフルーツサンド食べんの？いやでもこれはさすがに私もお腹いっぱいになったから。さすがにさすがにお腹いっぱい。これあの家に持って帰ろうと。あ、じゃあ冷蔵庫入れとこうか。そう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 。じゃあこれも一旦入れとこうか、冷蔵庫に。こっちに入れて。あ、ちゃんと冷たいよ。よかった。まあ本当に今まで気づいてなかったけど、ポータブル電源がすっごい便利で、コンパクトでタワーもあってめちゃめちゃ便利だよね。しかもこれさ、ハンドルもついてて、こうやって持ち運べるから、うん、めちゃくちゃ便利なんだよね。そうで、サイズも小さくて、まあ、携帯と比べてもちっちゃいもんね。携帯6個分。ちなみにこれ、安全で寿命が長い電池使ってて、うん、10年以上使えるらしいよ。あ、そうなの。めっちゃ長持ちだね。すごいね。あと容量もでかくて、1500ワットの定格出力。そうだ、キャンプとかアウトドアに一緒に持ってって使うとかめちゃくちゃいいと思うよ。そう、今後それもやってみたいなと思って。ああ、社長さんキャンプチャレンジですか。もうキャンプしあんまりしたことないよね。確かに、でもこれがあればね、チャレンジしてみようってなるよね。そうだね。で、ここになんかオレンジとかついてるでしょ。なんかね、トレードマークオレンジだね。そうだから、あの非常時の時とかは、うん、目立ってすごいよね。で、あとは他にもいろんな機能があって、例えば急な停電が来た時に助かる UPS の機能とか、はい、はいはいはい、書いてあるね。あとさ、これソーラーパネル、はい、これで充電できるでしょ。もうできる。ここでなんかブサして、晴れた日、今日はちょっと今日ちょっとあいにくの雨だから充電できないんだけど、うん、コードつないで、うん、太陽に向けるとソーラーパネルでポータブル電源を充電できると。だからさっき言ってた、あの非常時の時にもう何も電源ない、おテント様だけいれば助かるという。そうだよね。緊急充電モードがあるからめっちゃ便利だよね。
赤ちゃん濡れちゃった見て。あ、残念。雨降ってたのでボディに擦ってありがとう、洗車してくれてありがとう。今あのドライヤー積んでるから持ってきゃ、後ろの席に置いてある。え、ドライヤーあるの？ちなみに最近スノボーでさ、これも使ってるからさ、そうドライヤー積んでんだよね。あ、そういうことね。で、これ挿してあげたら、はい、使えます。はい、乾かしてください。本当に子供ですね、シャートさん。ちなみにこれ AC コンセントで最速1時間で満充電できる。すごいよね。めっちゃ速くない？速い。アプリとかもあって、 そのアプリで残量とかを確認できる。で、あとこのパワーがあるのに何の音もしないぐらいめっちゃ静か、ほぼ無音だよ。もう何も音しないよ。入出力ポートもいっぱいある。これ普通のやつとか3つあって、 C でしょ、 USB-A でしょ、ライトもあるでしょ。これ緊急時とかマジでいいよね。めっちゃ明るい。このランプ見たらパカパカ。ルナの目くらましに最適です。ではでは帰りますか。はい、気をつけて。もちろんあの左右見ずに出ることはありません。ルナはボーンと出るけど、俺はゆっくり出ます。はい、あの集中してください。喋らなくていいから。はい、すいません。はい、行きましょう。ゆっくり行きましょう。え、怖っ。社長さん何手に持ってんの？デザート。怖です。今俺と視聴者のみんなが怖って思ったよ。でもミニストップがあったから。確かにここミニストップ。タッカがいつもプリンパフェを食べてるから、私もこれがうまいのは知ってるよ。ハマっちゃった。これがうまいのはみんな知ってるけど、あんだけ食ってまだプリンパフェ食べるの？これ仲良くシェアしようかなと思って。皆さん怖いと思ったらコメント欄に怖と書いてください。コア何個来るのかな。コアが何個来るのか。さっき紹介したポータブル電源なんだけど、私たちは外で使ってるのが多いけど、多い、ね、あの自然災害とか、あとは停電の時とかも使えるからすごい便利だよね。だからこんな感じで家でも使ってみて、電子レンジを挿して普通に温められるよね。あとね、それこそ冷蔵庫とか炊飯器、あとエアコンとかも対応してるらしい。エアコンまで、だすごいよ。だから災害起きた時に何の心配もないぐらい。あ、そうだよね。あとは電子レンジ使いながらこんな感じで PC とかスマホとか同時充電できるから。そうそう、同時いろんなものを使えるから。だから出力がでかいってさ、やっぱすごいよね。最近地震とか、あと台風とかもすごい多くなってきてるから、日本増えてます。そう、ポータブル電源を持っておいた方が絶対に安全だよね。そう、特に災害で停電するとモバイルバッテリーだけだとさ足りないじゃない。全く足りない。すぐ電源なくなるでしょ。そうそう。発電機とかだとうるさかったり、環境に良くなかったりするし。ああ、そうだね。だからこういうポータブル電源マジでおすすめ。特にそのソラーとかで考えると、ジャクリブランド本当に安全性高くて、本当に信頼できるから、そうだね。で、ちなみに今アフターサービスも充実してて、最大5年間保証、30日間の返品期間もあるから、本当に今のタイミングおすすめです。で、今セール開催中なので、皆さん興味がある人は概要欄のリンクをチェックして、お得なクーポンもあるからそこからチェックしてみてください。ということで今日1日道の駅どうでしたか、社長さん？え、めっちゃ楽しかった。まあそれはね、あんだけ食べれればね。道の駅はさ、そのグルメがね一番の推しの部分あるからね、ご当地のものが食べれるっていう。だからこれからいろんな道の駅に行ってみたい。好きな道の駅とかおすすめありましたらコメントで教えてください。ぜひぜひ僕ら動画で行きたいと思います。そうだね、デートで行きたいと思います。はい、皆さんは瀬戸信濃の道の駅行ったことない人は、まあ、多いと思うけど行ってみてくださいね。めちゃくちゃ良かったね今日。楽しかった、本当に美味しかった。特に俺は焼きそばがうまかったわ。いや、生姜焼き、瀬戸焼きそばうまい。生姜、ああ生姜、あれまた食べたいよ。瀬戸豚も有名らしいからね。そうだね、豚の定食焼きそばしゃ、豚の生姜焼き定食もマジうまかった。はい、というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。